遠藤隆は、日本の政治家。日本維新の会所属の衆議院議員。日本維新の会国会議員団、国会対策委員長。大阪府高石市生まれ。高石市立高石小学校。高石市立高石中学校。大阪産業大学附属高等学校卒業。高校卒業後、飲食店経営を経て、社団法人高石青年会議所理事長。 堺高石青年会議所理事長、日本青年会議所大阪ブロック協議会長、日本教育再生機構大阪会長等を務めた。中山太郎講演会の青年局長などを経て、2011年10月に自民党の大阪府第18区支部長に就任し、次期衆議院議員総選挙での公認が事実上内定していた。しかし、自民党大阪府連の一部が、 遠藤の公認に反対していたため、2012年9月28日付の自身のブログで、橋本徹大阪市長が代表を務める大阪維新の会が提唱する競争原理主義への参意を表明した上で、同日自民党に離党届を提出。その後日本維新の会に入党し、11月17日に、同党大阪府第18区選挙区支部長に就任。 第46回衆議院議員総選挙では、日本維新の会公認、みんなの党推薦で、大阪18区から出馬し、自由民主党新人で、前、泉大津市長の神谷昇や、民主党から、日本未来の党へ倉返した前職の中川おさむらを、破り、初当選した。2013年11月24日投開票の、岸和田市長選挙では、 自身の公設秘書を務めていた原田秀夫への支持をブログで表明したが原田は元岸和田市議会議員の市議吉則に敗れ落選した2014年の日本維新の会文党に際しては橋本徹大阪市長による新党結成を目指すグループに加わり文党後の日本維新の会を経て維新の党結党に参加した同年の第47回衆議院議員総選挙では 維新の投稿人で大阪18区から出馬し、自民党新人の神谷昇に約6000秒差まで詰め寄られるも振り切り、大阪18区で再選。2015年の維新の党分裂に際しても、橋本徹らのグループに加わり、大阪維新の会決闘に参加した。大阪維新の会で国会議員団国会対策委員長に起用され、同党が 日本維新の会に透明を変更した後も国対委員長を続投。2017年の第48回衆議院議員総選挙では日本維新の会公認で大阪18区から出馬し参戦。ありがとうございます。